なぜ勝算があるのかっていうのは、うん、私なりに思ってるのはストレス耐性がすごい強いだろうなと思うんですよ。僕、はい、かなり強いと思います。強いかな。いや強いですって、そんなごちゃごちゃやらないですよ。その番組とかのネタパクったりとかしていや普通の人できないですから。ネタパクるはちょっとあの違う、そんなあの普通はできない。いやいや僕あのいやいやパクってるわけじゃない、人聞き悪いじゃないですか。徹底的にパクるって言ってるからね。言ってるか。通常の TTP って、はいはい、その竹原社長がやってることではなくて、うんうん、そのビジネスの中のいいことを抽出して自分のオリジナリティを出してリリースするじゃないですか。でも特にオリジナリティそこまで別に 出してなくないですか。いや出してるじゃないですか。もうそのまま、いやそのままそこまでパクって、いやいやいや出してますって、それとかやれるって、いやどうかすごいと思うんですよ。まあ皆さん見たら分かるんですけど、令和のドラとはもう全然違いますからね、皆さん。あ、ちょっと待って。いやだから、やっぱストレス耐性が、ストレス耐性がめっちゃ強いと思いますよ。いや、ストレス耐性強いかな、うん、絶対強いですって。かな、もうめっちゃ落ち込みますよ。いや、強いと思います。もう落ち込むって言ってるんだから、僕が。勘違いだと思う。勘違いだと思う。勘違いだと思う。本当に。あ、確かにな。僕、確かにね、どんな批判されても、2日3日で立ち直るもんな、うんうん、やし、やっぱりこう初めてお会いしてから思うのは動き方が全然違うと思います。目的を達成するための動き方が半端ないですよね。コーラをもう一気にしまくって、そこまで動けるってやっぱストレス耐性ですよ。